夜中に突然の電話、一体何があったのか。ふと悪い予感がして、震える手で受話器を取った。母が危篤、今すぐに病院に来てくださいと言われた。母の苦しむ姿を見て、言葉を失ったとか、助けてください。最後の力を振り絞りながら、生きようとする母に、どうか幸あれと。母の体にはたくさんの管がついていて、小さくなった母が見えないくらいだ。いつも笑顔だった母は一体どこに行った。この現実をまだ受け入れられない。母が危篤、予断の許さない状態だと言われた。母の苦しむ姿を見て、言葉を失った。どうか助けてください。最後の力を振り絞りながら、生きようとする母に、どうか幸あれと。
が危篤、今すぐに病院に来てくださいと言われた。母が危篤、予断の許さない状態だと言われた。